来春か文政8年9月11日は、江戸時代の樹位。秋国竹原の人。忌み川おもんみ、つよし、字は千礼やるいは祝儀。通称は松三郎。春風は五。頼家はもともと、小早川氏に仕え、後竹原に移り、海運業をはじめその五講屋を営んでいた。その当主、来異世には五人の息子が生まれそのうち次男と逸尾は、 創生し、残った三兄弟が、大春水、春風、大安壺である。また春水の息子が、来山陽であることから、春風の老いが山陽になる。春風は、竹原で生まれる。父、伊勢は息子たちに勉学に励ませ、春風もこれを務める。春風14歳の時に、兄、春水に従い、大阪で学ぶ。後弟、安津壺もこれに加わる。 微刀二州とは信仰を温めた。春風は、儒学を、そして医術を、古林家によから学ぶ。春風館。国の重要文化財。安永二年父、伊勢が倒れたことから、春風だけ竹原に戻り、より家の宗家いわゆる竹原より家の家督を継ぐ。そして医療を開業している。安永九年には、塩田経営を始めている。天明元年邸宅。 春風館を建て、荒野は、おじの、雷を門に、千に譲った。その一方で、竹原の文化工場にも貢献し、完成5年に、豪塾、竹原書院の開校に春水と共に参加し、講師となった。この竹原書院は、現在私立竹原書院図書館として存続している。より家の三兄弟はいずれも、学問、私文、書と優れ後、三つよりと称される。 篠崎三党は、大兄弟を、春水は型、春風は縁、津筒坊は三角と漢詩に例えて、後の世人は、春風はその詩風だけではなく、縁満の人であったと評している。兄弟の二人が後に、広島藩主となり順調に出世していったのに対し、春風は竹原にとどまり悠々自適な生活を過ごした。三兄弟とも、漢茶山との交流があったが、漢は、 春風の自由な生き様に一番共感していた。兄、春水の子、山陽が出奔した際には、春風も追っての一人となった。後山陽は連れ戻され遊兵された際に、日本返しの構想を練ることになるが、この題名は、春風の案である。また、山陽を拝着したため、春水の死士がいなくなったことから、春風の長子、頼元叶えを春水の養子とした。 春風の創造者は、長女、ただ子に、婿養子として、花山分内の子を迎え養子とした。これが、雷踊のである。また元叶え、春水と、相次いで死去し、春水の孫、雷一庵が、広島よりへの家徳を継いだ際には、春風は判明によりその後権役となり、七人ぶを、与えられ、五位資格となっている。文政八年竹原春風間で死去。 去年73、墓所は竹原寺司ンジ。著書に春風監視症、敵声、吉山正輝など、子孫に広島大学名誉教授の雷桃三郎、雷貴一親子がいる。ありがとうございます。